2023年はどうでしたか？いや、すごい充実した1年でした私は初優勝もできて、目標も達成できて、私も1年間楽しくプレーできたなと思います。第1弾のリポーター小祝さくらというものがすごい人気でしてまた第2弾ということで、はい、覗いてもらおうかなと。で、吉本プロにも、はいはい、一緒に、はいはい、やっていただこうかなと思っております、はいはい、で、こちらのですねカメラを託しますので、はい、お二人で、はい、いろいろな選手のオフショットを撮ってきてもらえればと思います、はい、皆さんの華やかな姿とかいろんなことを聞けたらいいなと思いますあんまりこういうカメラ撮るのとか慣れてないんですけど、今日はちょっとたくさんいいなんか撮れるように頑張ります最後もじゃあ今日のじゃあアワードのサイバーショーのなんかポイントとかはちょっとスカートで、うん、はい、めっちゃ可愛いね、ビトンの可愛い、ビトン、ね、おー、おしゃれ可愛い、ポイントじゃあ、こあ、こういうかね、あ、そうですね、ここですね、可愛いよね、ね、可愛い、はい、めっちゃ可愛い、ありがとうございますいいね、いい感じ、今シーズン、すごい楽しかったです、おー、はい、ね、来年はアメリカツアー頑張って、ね、応援してる日本から、はい、ね、応援してますはい、頑張ります年末の過ごし方、うん、年末過ごし方お家でゆっくり系、あ、そうですね、うん、まあ、あと普通に練習し、おバリバリも、はい、すごいすごい、さすが、いやいやいや普通に練習場空いてるから意外と、はい、そうだよね、はい、じゃあ練習します。練習、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、自己紹介を。あ、自己紹介。高木優奈です。パチパチ。はい。久しぶりみんな。同級生。同級生で。はい。そう、髪。金髪。見えるみんなちょっと金髪すごい ね, ね、かわいい、うん、かわいい、妹のね、うん、大学の卒業式の、うん、あまり金髪変装を借りましたかわいい、かわいい、いいね、いやいや、ね、お二方も素敵ですよドレスが、だってひかるちゃんのさ、ヒールやばい、やばい、すごいよね、結構きつい、めっちゃ、これ何センチヒール、ね、15? 身長が低いから、同じぐらい、身長が低いから、そうそうそう、盛ろうと思ってじゃあ、うん、今シーズンどうでしたか？あ、今シーズン、もうね、うん、みんながね、7年前に受かったテストにやっと合格しましたよおめでとう、ね、一緒に受けてて、ね、そうそう、おめでとう、一発一発だもんね、も新人戦、そう、優勝して、ね、ありがとうございます、ね、いやいやいや、やっと、ね、みんな普通の試合でちゃんと優勝して、そう、ね、かそう、一緒に来年は一緒に戦いましょう、はい、できます、やっと、楽しみ、もうやっとね、ご飯行きたいね、行こう、いや、楽しみだ、来年どうする、すごい賑やかになりそう、毎週パーティーじゃない、ね、そうそう、騒がしい、騒がしいから、何が静かにもできる、最近やっぱ25歳を超えてからやっぱ静かにもできるようになったんだけど、もううちらも25だもん、そうだよ、気づいたらもう25気づいたらみんなで来年頑張ります、頑張ります、バイバイ、バイバイ暑い間でした。暑かった、ね。暑かった。暑かったですね。確かに。暑かった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 。そうね。2試合しか休んでないから疲れた。すごい。すごい。さくちゃんやばいなと思って。ね、さくちゃんもっとやばい。やばい、休んでない。1試
試合だけ。やばい、もう徹底すごい。私はい、私は3試合ぐらい休み。働きすぎました。はい、でもあの着物ね、ね、すごい綺麗で。なんか珍しいよね、着ないようなイメージ。そうですね。珍しいですね。また柄が珍しい。はい、なんか紐とかもおしゃれで。ね、綺麗です。エリカさんはちらっと、お、綺麗。かわいい。本当にここしか見てない。いやいや、めっちゃかわいい。わかります。お楽しみですね。はい、お楽しみで。はい、綺麗です。今日はですね、ゴールのイメージ。めっちゃ可愛いね。ちょっとキラキラキラできました。キラキラ。かわいい。いつもと全然雰囲気違う。なんかさ、メイク頼んでやってもらう。髪もすごい。変わった。いいね。違う。うん。ありがとうございます。めっちゃ、ね、いい感じ。ありがとう、ね。来年もカレー食べて元気になる。月曜日はカレーの日。月曜日はカレーの日だ。そう。いつもさ、ストーリー載ってるよね。載せてる。そう。アジアン系が好きだから。カレー好きなんだ。さくちゃんも一緒入ってる。カレー好き。すごい。そう。カレーでじゃあ。パワーというか、そう、スパイスで食べて頑張ろう。体にいいよしね。そうだよ、体にいいし、ね、食べてね。みんなでじゃあ、みんなでカレー、カラオケしてみんなで、そう、みなみちゃんとか、最高最高。そう。きつい。めっちゃ可愛い。可愛いね。ありがとう。可愛い。ありがとう。しかもきついから、ね、全然手も上がらない。髪もね、切って昨日切った。かわいいです。かわいい。後悔してる。え、そうなんですか。いい感じの色はないと思う。似合ってます。似合ってる。かわいい。めっちゃかわいい。なんかファンの方にありますか、メッセージとか。ファンの方に、はい、LPJ のどうぞ。多分私はこういうアワードは最後と思うから、それを思うと悲しいんだけど、みんな見る楽しみがあるから、はい、皆さん、さくちゃんとかみんな出て、毎年出てほしい。やっぱりみんな可愛い服着てるし、可愛いから、珍しいですね。そうですよね。はい、すごいお似合いです。黒でシックね、シックで、かっこいい。ストリートちょっと、ね、全部黒でちょっとポイントだけ。靴かっこいい。うん。ポイントが、ね、ポイント、はい、ポイントポイント。うん。ね、たくさんすぎかなと思ったけど。可愛いね。4つ枚の感じでシックに行きたい。はい、うん、黒に似合いますね。ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね、さくちゃん。ね、15センチの。ありがとうございます。一度弟が見たら喜ぶ。あ、本当ですか。ありがとうございます。一度弟はヒカルンの大ファンです。ありがとうございます。見る目ありますね。そうだよね。すいません。でこのフリフリがここがもう、ね、かわいい。かわいい。なんかでも生地すごい触り心地が良くていいですね。はい、はい、それおしゃれな色合いで初めてタクシード。かっこいい。めっちゃ似合ってます。タクシードでちょっと挑戦。どうですか。かっこいい。このリボンいい感じ。似合ってます。ここか合わせて、はい、パープルで割とかっこよすぎずちょっと外しで、はい、似合ってます。ありがとうございます。ファッションのテーマを今日の、はい、どうぞ。私急ぎん着。あ、急ぎん着かわいい。ファッションめっちゃ靴もかわいいです、ね、下が映るの、はい、かわいい。大きいのもかわいいな、はい、ここもシースルーセクシーです。セクシーかわいい。ありがとうございます。
ら背中が開いてます。おお、めっちゃセクシー。そこがね、髪も可愛い。パンクがつけてもらって、可愛いです。テンション上がってます。可愛いです。似合ってます。ね。何？っていう。はい。乃木坂ね。さんの衣装を作ってもらってる人に作ってもらいました。すごい。下からちょっとだって可愛い。はい。アイドル、アイドル。今日は本当に衣装みたい。ねえ、可愛い。一緒に踊れそうじゃない。うん、確かに。こういうアーティストいる。確かに。そう。しかも。やめとこうかな。髪のね、はい、ね、珍しくかわいい、似合ってる。今日前髪何点？今日はもう100点。あ、100点すごい、100点きた。いいね、決まってるじゃん。みんな綺麗で、ドレスめっちゃかわいいね。これなんだ、すごいかわいい。すごい、なんか、なんて言うんだろう、姫様みたいな、うん、ありがとうございます。かわいい。どういう一年でしたか？なんか、うん、私は、うん、思ったことができたり、うん、まあ、できなかったりもあったり、うん、まあ、総合的に見たらいい一年だったかなって思います。うん、よかったじゃん、いい一年だ。またね、来シーズンもね、はい、頑張りましょう。頑張ろう。一番覚えてます。そう、光栄です。ありがとう。今日のファッションポイントみたいな、ピタッとした女っぽい感じと、髪もね、そういい感じね、服もこれ、あ、ドルチェ&ガッパーナ、香水ガッパーナ。あ、かわいい。そう、ね、めっちゃかわいいね、デザインも。そう、この辺で、うん、しまって、ね、似合う、似合う、似合う。そう、来年はね、アメリカに。そう、ね、寂しいけど、背負って頑張って、ね、応援して待ってます。アメリカ行ったらこれが楽しみ的なの。でも、うん、やっぱ、うん、その各地の絶景とか、うん、そういうところ、うん、ディズニーとかも行けたら行きたいし、いい、向こうに、そう、シンガポールの、うん、あのプールとかも行って、やっぱちょっと、うん、その写真撮りたい。あ、じゃあ楽しみだね。そうそう、結構そっちのちょっと旅行系も楽しんでくる、うん、いいね。インスタでちょっとチェックしとく、ね、チェックしとくね。じゃあまた、はい、ありがとう。はい、なんか2人、ね、2人ちょっとクリスマスコーデ、確かにめっちゃなんかいいね。かっこいい、かっこいい、めっちゃかわいい。なんか一人一人なんか一言だったり、ポイント、服のポイントでもいいし、と、うん、ちょっとネクタイでかっこよく、ね、今日はしてみたいなっていうことで、あと髪もね、すごい、髪もいい感じ、コンセプト。いいね、そう、コンセプト、ちゃんと見せて、コンセプトはありがとうございます。キャリアグラマ、いいね。今こうあるの、キャリアグラマ。自分もかっこよくです。あ、あんまり好きじゃない、うん、似合う、蝶ネクタイも似合うし、なかなかあの2人でこういったところに出れる機会が、ね、確かに、ちょっと合わせてみたみたいな、はい、お、また、ね、ありがとう、また。いろんな方にお話聞いてみて、いやもういっぱい聞いて、すごいいいのが取れたと思うので、はい、楽しみにしてほしいです。吉本プロはいかがでしたか？みんなすごい綺麗に頑張って、いろんなポイントとか聞けたので、すごく良かったなと思います。はい、24年度もお二人に何らかご協力いただくと思いますので、そうなんですか、はい、これからも、引き続きよろしくお願いいたします、はい、お願いします。